ファビオカサルテッリは、イタリアコモ県、アルベーゼコンカッサーノ出身の自転車ロードレース選手。クラッシュ地点に設置された、記念碑1992年にバルセロナオリンピックの自転車個人、ロードレースで金メダルを獲得するなど、アマチュア時代には、数多くの大レースを制し、将来を職望される選手だった。1993年に、チームアリオステアと契約して、プロに転向。 その後はアシストとして活躍した。1994年に ZG モビーリボッテキアに移籍するが1年で同チームを離れ、1995年にはモトローラチームに移籍してランス・アームストロングのチームメイトとなる。同年7月にツールド・フランスに出場したが、7月18日の第15ステージにおいてピレネー・サンミアク、ポルテイコール・ダス・峠の下りで、 他の数人の選手とともに落ち者。この際カサルテッリは道路沿いの縁石で顔と頭を強打しヘリコプターで病院に運ばれたものの間もなく死亡が確認された。この時カサルテッリは自転車用のヘルメットを装着していなかったことからヘルメットを被っていれば少なくとも生命は助かったのではと指摘する関係者も多い。翌日のツールドフランスはカサルテッリの追悼のため レース中一切アタックがかかることはなく、終始アームストロングラモトローラチームのチームメイトが横一列になって先頭を走りそのままゴール、その後数秒遅れて他のチームがゴールするという異例の展開となった。このため主催者側では、同日のレース終了後この日の結果を総合成績には加えないことを発表した。一方で、ステージ成績は認められ、 賞金も予定通り支払われたが、この日の賞金はすべてモトローラチームが獲得しており、同チームはこの日のものを含め、大会で獲得した賞金をすべてカサルテッリの家族に寄付した。後日、ポルテイコールダス峠西側のカサルテッリ事故現場には、小さな記念碑が、それから少し下った場所には、大きなモニュメントが建てられた。大きなモニュメントには、彼の名前、青年月日。 没年月日が刻まれ、モーニュメントの人形には、カサルテッリの生まれた日、オリンピックで金メダルを獲得した日、事故があった日に対応した3本のラインが入っている。例年、ツールド・フランスがポルテイコール・ダス峠を通過する際には、テレビ中継でもこの大きなモニュメントを見ることができる。また、事故後の数年は、大きなモニュメントの前で集団が一旦止まり、 カサルテッリを追悼するシーンが見られた。また事故から10年後、2005年のツールドフランスで、ポルテイコールガス峠を通過した際には、選手らが追悼のリストバンドを装着して、哀悼の意を表すなど、現在に至るまで大きな影響を及ぼしている。ツールドフランスのレース中の事故で選手が亡くなったことが、サイクルロードレース界に与えた影響は大きかった。 その後も1999年のカタルーニャ一周におけるマヌエル・サンロマ、2003年のパリ・ニースにおけるアンドレイ・キビレフの死亡事故などもあり、これらの出来事は国際自転車競技連合がロードレース中における選手のヘルメット装着義務化に動くきっかけとなった。カサルテッリはアルベーゼ・コン・カッサーノの共同墓地に埋葬されている。ありがとうございます。